ございます。のぶです。4月27日、今の時間が9時3分です。今日の沖縄県天気がいいです。そして今日は那覇市、今八千雲通りに来ています。こちらですね、坪屋っていう地域、長いので行きながら行きますが、八千雲通り、焼き物、八千雲、焼き物屋さんがいっぱいあるので、まあ入り口のところには坪屋焼き物博物館、こちらですがあります。こっちにも1階に直売センターがあったりします。おしゃれなカフェがあったりもします。そして朝9時なのでまだ店はほとんど開いていません。なのでそのあたりはご了承ください。ちょっと長いんですが、せっかくなので最後まで行っちゃいたいと思います。普通に住宅街もあったりするんで、沖縄県一昨日からかいい天気が続いてます。そういえば明日からゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク、沖縄に来られる方もたくさんいると思いますが、確かに今が流行っているので、はしかの予防接種をしてない人はぜひ受けてから来てください。来るのやめるんじゃなくて、ぜひ受けてから。ちなみに僕1回小さい頃に受けたことがあったそうですが、親に聞くと2回目昨日受けてきました。はい、なるほど、こういう小さいお店とかもありますね。あ、でここがカフェですね。八千雲、八千雲、違う、カフェじゃないのか、クラフト&ギフト。でこの左側には前菜とかが食べれるカフェがあります。ブクブク茶、昔ながらの焼き物屋さんもこの右手とかそうですね、たくさんありますが、まあちょっと今どきったらありますけど、このようなお店も結構ちょこちょこあります。マクドナルドの交差点で終了です。
昔は今も使ってるのかな。ぬかということで井戸があります。ステーカー10があります。ということで今日は坪屋農家チムン通りからお届けしました。ありがとうございました。